つぼや焼きのカラカラと井口。写真のものは内部に玉が入っており、泡盛が入っていない時に振ると音がする。カラカラとは、主に琉球文化圏で使用される、統制手記の一種。通常は泡盛用。本来はつぼや焼きの上焼きのものを指すが、近年はガラス製のものもある。容量は2号入るものが多いが、小さな1号用のものなどもある。株が、 鏡餅状に膨れた瓶に細長い継ぎ口を付けたような形が標準である。高さの割に底面側が大きく安定感がある。上側中央に泡盛の入れ口があり、注ぎやすいように小型のロート状になっている。茶用の急須や焼酎用の血を香りに似ているが、カラカラの場合、通常は蓋と取っ手がない。沖縄の焼き物としては、とっても糖度で作り、 一体となった安瓶と呼ばれる水差し用の急須があり、かつては手器としても使われたが割れやすいので現在ではほとんど使われなくなってしまった。あるものは内部が仕切ってあり、一回注ぐごとに一定量しか出ない仕組みになっている。貴重な泡盛りをゆっくり楽しんで飲むためという。また一部のものにはラムネ瓶のビー玉のように取り出せない玉が内部に入っていることがあり。 泡盛が入っていない時に振ると音がする。通常、泡盛は缶にして飲むことはないのでカラカラは直火にかけるようには想定されていない。カラカラある意地のものが九州近県にあり、これは沖縄より伝わったものであるがこちらは直火での缶が可能なことが多い。カラカラの語源についてはカキをはじめいくつかの説がある。薩摩焼の黒除火。ありがとうございます。